テニス。ラケットヘッドの重いラケットを使わない方がいいよ。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回なんですけども、テニスラケット、ラケットヘッドが重い、まあ、いろんな動画でもお話しさせてあげてるんですが、こういう感じですね。ラケットヘッドがこういう風になってしまう。でヘッドが重いラケットを使わない方がいい理由をお話しさせてあげたいと思います。これ結構実はテニススクールにいらっしゃる方ってめっちゃ使われてる方多いんですよ。で、ある程度まではいいと思うんですけどね、まあ、その理由と、ね、変えていくタイミングなどお話し差し上げることができればと思いますので、よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録、ご意見ご感想ご要望お待ちしております。では行ってみましょう。まあよくなんでテニススクールの方に多いかというと、これラケットを、軽いラケットを使う傾向にある方に多いんですよ。で、軽いラケットってちょっとでもパワーを得るために頭を重くするんですね。で、これ結構重要なんですけど、325mm、バランスポイントですね。これだいたいイーブンバランスと言われてる。このバランスは 320mm です。で、ちょっとほんのちょっと一緒ぐらいだけどちょっと下がってるなっていうのが325。これよりも大きく下げる。330とか340とか335とか。こう見たら書いてあるんでね。はい。横にね。LX さんだと、この内側か。まあ、このサイドに書かれたり、内側に書かれたりとか。で、ここに書かれたりとか、こっちに書かれたりとかしてるの。してますので。はい。で、これ何が問題かというと、正しいスイングができなくなってくるんですよ。で、やっぱり初めてなのでとか、久しぶりなのでとか、非力なのでって言った理由で軽いラケット使うんですけど、軽いラケット使うのであれば、まあ私個人的には 285g が限界だと思う。それより軽いのは、もう本当にちっちゃいジュニアとか、ね、筋力のない、こう、小学生とかが使う分にいいけど、そうじゃなければ、ある程度 300g だったら 290g 以上のイーブンバランス、もしくはちょっとトップのね、軽いラケット使ってた方がいいと思うんですよ。で、結構、テニスコーチされてる方、うん、ね、例えば、まあ、駆け出しの人は、多分こんな感じで思うと思うんですよ。なんでこのお客さんいい当たりしてんだけど、なんかヘッドがこう先に回って、なんかこういう、ね、感じになるのかな。まっすぐ当てて前に出せばいいのに、なんかこうやって、ヘッドがこう被ってて、いやこれなんでだろうなって。で、あとある程度そのギアに詳しいベテランレベルになってくると、ラケットちょっと見せてとか、ストリング見せてとかいう話になるんですね。で、要はここが当たるんですけど、上が重いね、どうしてもこう被っちゃうんですよ。なので、軽いラケットを持ってる人はまずチェックしてください。軽いラケットの大半、そうですね、例えばライトとか、なんとか S とか、LS か、LS とか、はい、ちょっとウェイトダウンしたラケット、軽いラケットに特に多いので、ラケットって重さ感じるのってスイングが腕力になってるだけのことが多いので、ある程度正しいスイングを教わって身につけた上でプレイしていくと、正規のイーブンバランスのラケットになってくるんですね。なので、ここね、例えばね、今ストロークだとこうヘッドがこう先にこうやってね、ヘッドがこう回っていっちゃって、こうかすれて卓球打ちみたいになっちゃう。で、ボレーとかだとこのまま入ればいいのに、やっぱりこうインパクトしてグッて力入るじゃないですか。でこのままヘッドがピッてこう出てちゃう。バックボレーとかは特に顕著ですね。だからテニス維持されてる方って結構な確率でトップが重い人多いです。だからもうボレーって振っちゃうじゃないですか、なんとなくこうね、無意識でもヘッドプロムがなおさらこの当たったりさ振っちゃうのに、またギュインってこう振ってしまって、はい、そのせいで手首だったり肘だったりっていうのを痛めてくることが多かったりするんですよ。サーブとかもそうです。ボール打った時に前に飛べなかったりとか、あと回転がかすれた当たりになって、自分の中ではまあポイント取れればいいやと思う人は別なんですけど、ちゃんと打ってるのにもうちょりちょりのボールがいったりするっていうのは、やっぱり
軽いラケットだったりヘッドがトップが重いラケットになります。で基本的に 300g スペック超えるやつでそんなにトップが重いやつってほとんどないと思います。なのでこのね打ってボールちゃんと当ててるけども全然こう熱い当たり強いボールを打って要は気持ちいい当たりにならない方だとかあとボレー何回打っても振ってしまうそれであの強いボレーねこうやってこう切りながらなんかボールがコートに返っちゃう本当はもっとパチンって当てたいのに低く沈めてねこう浮かないようにしたいのに浮いてしまう方あとはサーブそうですね強くボールを打っててなんだろう打ってるつもりだけどもカスカスなあたりでセカンドサーブがネット越えなかったりとかこれヘッドが重すぎる場合ヘッドが重くてコントロールしきれない場合があります。正しいこう力を伝えることができれば確実にトップが重くない方つまりイーブンバランスまたはちょっとトップライドですねだから305とか310、315こういったのとか、おすすめになってきますしそっちで練習した方が上達すると思うんであとはまあテニススクールのね進級とかってまあ二足三文だしそこを目指してほしくはないんですがまあ自分の中で技術の上達が、まあ、レベルじゃなくてね技術の上達がなんかちょっとも感じない人っておそらくラケットに原因があると思いますので、まあ、そのラケットをどういうものを使っているのかっていうのを見ていかれると良いと思います。でまあ稀なケースがあるんですが稀なケースで例えばいやでもそれいやカトコチ言ってるラケット使ってるけど全然ダメなんだけどっていう方ね、この場合は冒頭にもお話ししましたけども、まあ、ストリングに問題が出てきます。例えばストリングだった場合は硬いストリングを使いすぎてるとか、ね、テンション硬くで張りすぎてるとかテンションか例えばまあ一つ目硬いねストリング張ってるとどうなるかというと当たった時はすごくなんかあいい感じだなと思うんですけど結局このヘッドが走らないとかボールを押せてなかったり潰せなかったりするんですよ。パーンってこの感じをこの感じが自分の中の良いイメージに、なってしまってるんで実際はしっかりとスイングした上での打球感なんですが、まあ、そういった場合多いですね。ちょっと弾いてる人が強く打った感じ。ただこのそのチェックも簡単でいつも話してますよ。これをねいじった時にこうやってカチカチならないのであればそのストリングはが合ってない。だからラケットが悪いわけじゃなくてストリングが悪いといった形になりますので、はい、で、あとテンションね。テンションってみんな硬くあるんですよ。特に男の人でちょっとね腕力自慢。ただテンションを硬く張ったところで、ちゃんとストリングが切れない人だとかそうですね、まあ、あとは強いボールを打ってるつもりでも相手に簡単に返される人、これねテンション落とした方がいいですね。特にポリをね50超えて平気で張る方多いんですよ。のまあうちの店長もともと大手量販店のスタッフもしてたんですけど、それを張ってるとまあ今本人の好みだからいいと思うんですけど、まあまず上達もしないし腕に負担かかるししなやかなスイングできないですよ。もうこんな腕力で打ってしまったりするんで、まあ、そこら辺のテンションっていうね、しっかりボール捉えてからこう加速させることで、ね、こうボールを潰せていきます、こう押していきます。なのでその点においてはテンションを適切なものに変えていくのが良いと思います。あとテンション高く軽いラケットにテンションね高く張られてる方もいらっしゃるんですけど、あと硬いガットをね、そうしたらラケット自体を変えてしまった方が衝撃には耐えられると思うんですよ。やっぱり衝撃を受けるのってフレームなので、しっかりしたフレームの、はい、しっかりした重さのラケット、軽いラケットに硬いラケット貼ってると逆に衝撃に耐えられなくなってしまいます、はい、ちょっと話脱線しましたけどね、よろしければご参考ください。まあとにかくこれねうまくいかないと思ったらラケット見てください。でラケットがこういう形、この形もここね、まあ、さっきもずっと言ってましたけど、これこの形は OK、 こうなってくるとちょっとブです。
テニス肘とか手首痛める人、テニスもなかなかうまくいかないかな、かどうしようって方ね、ちょっとこの点気にかけてみてください。今日はこれで終わりたいと思います。ではさよなら。